はいどうも皆さんこんにちは、ぴよつきチャンネルうぷぬしのぴよたです。さあ今回もひなちゃんメイズタワーやっていきたいと思います。今回は始まりの塔の、5階からスタートでございます。まあ何をやりたいかというと、ボスを倒したいなという、そういうプロトタイプニトリだっけを、倒していきたいなということなんですが、実はねパーティーとかも見てもらったらわかるんですけど、ほぼほぼ何も上がってない感じになってます。一応強いキャラクターを揃えはしたんですが、逆に言うと揃えただけっていう状態になってますね。特になんか技を覚えているかと言われたらあんま覚えてない。唯一ひなちゃんだけこんな感じで、プニプニボディだったり羽ばたきだったり、あとは薬パンチとかお試しヒールとか、スキルを持っていたスキルチップを積んではきましたが、まあ実際ちょっと怪しいよねっていう。あとは SP を回復させるアイテムを道中で使ってしまいまして、おにぎり2つとケーキ1つ、あとまあ目薬があるよぐらいの状態になっております、アイテムがね。なのでこれでどうなるかっていう感じなんですが、一応、コメントにて、アドバイスをもらいまして、防御、相手の SP が切れるまで防御をし続けるっていうのがいいということを聞きました。まあ実際どうかは分かりませんが、一旦そちらを信じてやってみたいなと思います。まあ最悪ね、こちらの罠、おとり、イカに関しては何のチップも積んでいないので、最悪ロストしてもまあなんとかっていうレベルなんでね、とりあえずは一旦このまま挑んでみます。それではスタートです。さあどうなるかな。さあプロトニトリボス、威力アップ M、 防御をまずします。防御で防御、剣の波動、 OK、 ベイトトラップ、防御。これ罠3体でも良かったかもしれないね。ベイトトラップ、ベイトトラップ、ベイトトラップっていう、くっきっつ。ここはお試しヒールで罠を回復させて、その他は全員防御。はい、きっつ。で、ここでアイテム、ケーキ、パーティー全員の HP50 回復、 OK、 いいね。で防御、もう一体ね回復キャラクターを用意しようと思ったんだけどね、本当にスイカが出てこなくてね。おっと、これはちょっともう一回様子見ましょう。もう一回様子見て、あ、切れたね。とはいえ HP どれぐらいだったっけな、わかんないから、とりあえずもう一周したら、あるじゃん、あるじゃんって。なんで2回ほど普通に行ったの。罠が今回のキーキャラになりそうなんでね。よいしょ、 OK、 プロトニトリボスはこれ。ひなちゃんはオーバーライドをしたいんだけど、いやー残念ながらひなちゃんがお試しシールを覚えてるから、いやひなちゃんはオーバーライドにしよう。どれぐらいでいけるかどうか僕は分かんないんだけどね。前のデータを引っ張り出そうと思ったら前のデータマジでどこにあるか分かんなくなっちゃったで、おとりちゃんはおとりちゃんでそのままアイテムを使ってもらいましょう。自分で使おうっていう。おにぎりまだありますのでね、おとりちゃん体力が70あるのでかなりここの部分は有能です。いけるかどうかは分かんない。その前に倒す可能性も十分にあります。なぜならば攻撃回数は多いからね。さあ OK、 ベイトトラップ、オーバーライド、300くらいだった印象があるんだよな予想では。なのでどれぐらいか分かんない。ベイトトラップ、クリティカルで6。さあいけないね。
まあ倒す可能性もあっても、倒すならいいんだよ。でもこの流れだったら倒せそうだね。うん、大丈夫大丈夫。ちょっと剣のあれを警戒することはあっても、おし、よし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 、初手からオーバーライド成功ですね。やったぜ。500。プロトニトリボス忘れたんだよね。どういう能力持ってたっけ。ボスの維持、 HP が20以下になった時、なるほど、ディフェンスとマジック防御が実数で10増加。これ地味に強いよね。地味にっていうか普通に強いよな。さあということで、こちらで OK ですね。とりあえず交代でイカちゃんを、いやー、お、制覇しましたね。よーし、倒したわよ。お疲れ様でした。これでこの塔を制覇したことになります。次の塔がオープンされるはずなので、この調子でガンガンボスを倒してガンガン制覇しちゃってください。任せなさい。ちなみに制覇した塔もまた入るとボスは復活しているので、再生したかったり捕まえたいときはまた挑んでくださいね。じゃあルームに戻りましょう。やった。さあ結局のところ持っていけるのは、まあ脱出装置とおにぎりぐらいでいいでしょう。目薬は別にいらないはず。残りは換金で870、いいね。さあということで、データ改ざんとかでさ、ひなちゃんとかをやれるんじゃない。あ、やっぱり。まあ何をあげたいかって言われるとなんだろうね。そうですね、何をあげたいかって言われると悩みますね。ひなちゃんを固くしたいべきか、火力を上げるか、 SP を上げるか。まずは僕は火力かな。 OK、 これとかも、あーなるほど、こういうのも上げておくべきですね。アイテムの個数は本当に重要で、チップ数も欲しいよね。上位チップ、あ無理なんだ。控えメンバー1300。それよりも僕はそのチップ手下生成を、手下生成いくらかかったっけ。おお、700、400、3万700。いやー久しぶりですねこれ。ワードクリエイト、さあ久方ぶりのこの画面でよ。とはいえそうだね、じゃあお久しぶりにしましょうか。お久しぶり、3文字以上10文字以下、お久しぶりっていうことで生成いきます。お久しぶりで生成を開始します。ドン、川代香取、エンカウント率が少しだけ低下する、この効果重複する。いいね。じゃあ今度は違う、こんな感じでリっていうやつね。今回はまあ、あのひなちゃんメイズタワーリバースという言い方をしていますが、リってね、実は調べたらそれ時代で単語になんか何かの略語とかそういうのがないらしいんだよね。さあリでいきましょう。ゴー。お、探検隊ひなちゃん。お、星かける2の確率でトラップを不発にする、この効果は重複しない。でもこのひなちゃんいるだけで本当に頼りになりそうですね。もう一回リだからもう一回、あー出るキャラクターは変わんなさそうですね。まあ他にもいるとは思うけど。さあこういうところからステータスチップを生成もできるんだよね。こうスキルチップとかを、スイカとかからお裾分けをね出したいんだよ。ほい、スイカ割り。なんだっけ、なんか星何個かあったらいっぱいなんかあったんだっけ、貴重なものがもらえるみたいな。カトリ処分だった。そっか、そんなのもいたっけ。探検隊ひなちゃん、あこれはいけるね。ゴールドラッシュ、これは偉い。あこれは偉い、これは偉い。あもうめちゃくちゃ持っとこ、これ全員につけよう。これはやったということで、まあクリアとなりましたが、動物の塔が解放されましたね。サブタワーのね、赤き魔の塔とかも行きたいですよね。久
久しぶりにさ、あのメイリンとかと会いたい気はする。で、こんな感じで今回はクリアしてきたわけなんですけれども、ひなちゃんとかのやつもね、どん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 組んでいきたいですね。もう見てくださいよ、この何も考えられてないチップのセット状況ね、なかなかないよっていう、何も考えないでやってるからこうなるんだよねっていう典型例。まあとはいえ久しぶりにやっているとやっぱり楽しいですね、こういうのは。なんかそうそう、こんなんだったって思うんだけど、今はまだいいんですよ。そう、今はまだいい。後々になってどうなるのかっていうのを分かってるんだよねそう、分かっちゃってるから怖いんですよね。なんとかやっていきたいと思います。頑張ります。はい、ということで少し早いですが今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回はこちら動物の塔に行くか、サブタワーの赤き魔の塔ぐらい行ってみようかなと思います。そうだね、他はまあ行けるわけはねえっていうレベルのが多すぎるので。ひな祭りはね覚えてはいるんですけど、ひな祭りはそんなになんか実りがあるやつじゃなかった。お金は確かもらえたはずなんだけど、いやーすごいねこれいやすげえここ。まあとりあえず次回は赤き魔の塔か動物の塔、どちらか行きたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。前回コメントくださった方、誠にありがとうございました。助かりました。それではじゃあね。